皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原英一です。今日ご紹介しますのは2つのプロフェッショナル用三脚ということで、片方はスリックのザ・プロフェッショナル 4NS ですね。これはもう1990年代から作り続けられるスリックの最高級三脚ということで、まあ、4NS ということで N タイプと NS タイプというのが 存在するわけですけども、雲台部分がね、変更になったりしてますから、その分の進化ということですね。そして手前にあるこちら。これもスリックが作っているハイエンド三脚の一つなんですが、えー、製品名はスリックが付いてないんですね。ダイワの DSV77 という三脚です。ダイワという三脚はもともとスリックではありませんでした。 元々1970年代はスリックと張り合う三脚メーカーでして、えー、当時はハイエースといった名前の三脚がありましたね。えー、スリックはグッドマンエース、ダイバーがハイエースということで張り合ってたわけですけども、1980年代にダイバーは放送用の三脚に切り替えるわけですね。写真用の三脚ではスリック、ベルボンといったところがやっぱり強かったので、そこでダイバーは 放送用の方にスイッチして、その、えー、結果ですね、ダイワ制作所というのが、えー、事業を畳んだ後、健康が買収し、そして、健康がスリックをグループに入れた後、スリックにダイワの生産を、もう全く移管するというかね、えー、そういういろんなシステムがあって、今ダイワはスリックの一部門ということになっているわけです。で、この二つの、 プロフェッショナル三脚で大きく違うのはこの足のところですね。ダイワの DSV-77 はダブルシャンク式というのを使っています。今日はこのダブルシャンク式について解説をしていきます。スリックのザ・プロフェッショナルは一般的な写真用の足ですね。パイプの太さが36ミ、mm、リと太いことは太いんですけども、一本の足でこのように構成されています。 それに対して DSV-77 はというとダブルシャンク式2本の足が出ていてこの後下の段も2本で一番先の段は実は1本になるという構成なんですねこれをあ、ここは違ったこれは上の段の固定なんですねこれがロック部分がこう移動してくるということで これが上の部分ロックの部、下の部分はその下にあるということで、ここの先を調整するということになるんですが、下のパイプは1本というふうになっています。ということでね、これが、まあ、ダブルシャンク式ということなんですけど、ダブルシャンク式がなぜ必要とされているかと言いますとね、えー、ここのところですね。2本の足がこの幅を広く捉えていることによって、 ねじり方向の力に強いとされているわけなんですね。それに対して一般的な写真用の三脚だと、まあパイプは太くてもここの幅でできてますから、回転方向、ねじり方向の力はダブルシャンクに比べたら劣ってくるということになります。まあこのダブルシャンク式というのはですね、動画用に使われる形式ということでして、で動画ということになると止めた状態じゃなくって、 左右に動かしながら使う。しかもある程度抵抗がかかった状態で、こうぐーっと力がかかるということで、この左右の触れに対して強い構造、ダブルシャンク式を採用しているということになるわけですね。このね、ダブルシャンク式という構造は写真用の三脚ではあまり使われない形式ではあるんですけども、実はあの、健康がかつて売っていたドイツ、 当時で言うと西ドイツといった方がいいのかもしれませんけども、えビローラというメーカーの三脚がこの形式を採用しておりましたね。当時の健康のカタログでは二重輪郭式という言い方をしてましたけども、まあ今は二重輪郭式なんていう人はいないですね。ダブルシャンク式といった言い方をしています。で、伸縮の方式ですけども、メーカーによってはこれをレバー式にするものもあるんですが、これは、えー、ロックノブ式と、 いうことで。で、台湾のロックノブはね、これね、横にした時にロックが閉まる。縦にしたら動くという風に、ここの六角レンチで調整できる機構にはなってるんですけども、出荷時に調整がされているということなんですね。新用の足と比べてみると独特なのがですね、このロック部分が動くことですよね。このザ・プロフェッショナルの 4NS の場合は、ここを緩めると当然動かないで、 このまんま、ここで固定ですよね。ところが、ロックノブ式の場合は、一番上の段に関しては、ロックノブ部分を緩めて、これごと、ここがずれていくと。で、ロックが一番上に来るということになりますね。で、下の段はというと、下の段は、 上の段を伸ばすと当然これがずれてきますから、ここが動いてくるということになるわけですが、下の段の先のパイプに関しては、ここは、このままか。まあでもここはね、あの普通の三脚と同じで動かないでパイプだけ動くという構造になりますね。 で、あの、写真用の三脚はね、よくね、細い方から伸ばすなんていうことを言うんですが、この動画用の三脚に関しては、よく、まあ動画屋さんの足の伸ばし方みたいなことで、下の方から伸ばしていって、上の方がやっぱりこの手元に来るということから、ここで手元で高さ調整をするみたいな感じで使うことが多いようです。だから、動画の人は写真用の人と違って、足は先から伸ばしていくと。 いうことになるわけですね。まあ、このね、ダブルシャンク式という構造は元々、もともと、写真用も映画用も三脚って木の三脚から来ていますから、木の三脚ってパイプ形状じゃなくて、まあ、あの、中にパイプが入っていくという形にはできませんから、パイプの中にパイプをしまい込むという構造じゃなくて、この木の棒がもともとあったところに、間にこのように入っていく構造ということにしたと。 ということのようですね。だから当時の昔の木の三脚とかの構造をそのまま今のアルミパイプ仕様にした、あるいはカーボンパイプ仕様にしたのがこのダブルシャンク式といったイメージではないでしょうか。スリックの三脚台ワシリーズ台ワの DSV77 というので今日はご紹介してますけども、さらにハイエンドの機種になると、 足の部分と雲台の部分がバラ売りされていて足の部分がアルミかカーボンかで選べるといったものも用意されていますまあ放送機材ですからねもう単価単価は全然違う世界で売られているということになるわけなんですが本当にね重量機材の重量級の映画用三脚動画用三脚をお探しの方は台ワの三脚でさらに調べていただけるといいかと思います というわけでね、えー、田原英一のこのチャンネルでは、なかなか普段目にすることができないような、この台話のような機材も紹介してまいりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。